ちらはネクスコ東日本です。午前10時45分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに6号向島線上り方向の情報です。江戸橋ジャンクションを先頭に両国ジャンクションまで2キロほど交通集中のため渋滞しています。引き続き木田東金道路を東金方面で進められる方に通行止めの情報です。時刻は高田インターから中野インターまでの区間で通行止めになっています。次に通行止めのため高田インターを先頭に大宮インターまで3キロほど渋滞しています。ハイウェイラジオ京葉道路市川よりお伝えしました。TBS ニュースです。ニュースデスクの内山健二さん、お願いします。はい、お伝えします。千葉県の自動車道で今日未明、男性が倒れているのが見つかり、その後死亡しました。でこの男性が倒れていた場所から 1.7 キロ離れた路上では、男性が所有するワンボックスカーが無人の状態で横転しているのが見つかっています。今日午前5時頃のことなんですが、千葉市若葉区の千葉東金道下り線で車が横転しているという通報を受けた警察が調べたところ、路側帯に無人のワンボックスカーが横転しているのを見つけました。でその20分ほど後、ワンボックスカーが横転していた場所から 1.7 キロ離れた東金道の路上で60歳代の男性が鼻などから血を流して倒れているのが見つかって、手当てを受けた病院で死亡しました。横転していたワンボックスカーは死亡した男性が所有していたもので、警察は事故の状況についてさらに調べています。で交通情報でもお伝えしているんですが、この事故の影響で千葉東金道下り線は高田インターチェンジと中野インターチェンジの間が通行止めとなっています。